書簡集第8書簡第8書簡は、プラトンの書簡集中の書簡の一つで第7書簡を補足する内容となっている。紀元前352年、プラトンが75歳頃、シケリア島主楽祭のディオン死亡後のデオニッパに対して第7書簡を送った直後に、その内容を補足するものとして追送された書簡と考えられる。主な内容は、 シュラクサイの選手派と民主派の関係を和解させつつ、ディオンも望んだ前期国政としての立憲王政へと移行させていくための具体的手順であり、ディオニュシオス一世とヒッパリノス一世のかつてのカルタゴとの戦争における五国的貢献を強調した上で、その子息、末裔であるディオニュシオス二世、ヒッパリノス二世、ディオンの息子であるヒッパリノスの三名を王として迎え、 法律を制定した上で共同統治させる提案をしている。ディオニュシオス家とヒッパリノス家の複雑な関係。ディオニュシオス2世はイボ妹とディオンはその妹で自身のメイとそれぞれ結婚している。ありがとうございます。